今回一番でかいやつを作ろうかなという巨大化だ。はい、でかいな。いいサイズじゃん。いいね。あ、いいんじゃん。やばい、めっちゃ流されるやばい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 。さあ、進むのか、エレキ。あ、すごい、進んでるやば。今から出航します。3人大丈夫そうだ。ツーバー乗った。おー、来た来た来た。おー、ツーバー、ツーバー、ガラ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 。そういえば、この船の名前何？今更だけどトントン丸。トントン丸。マジでここ噛みそうなんだけどな。噛みそうなんだけど、うん、この麺めっちゃ血のつく。贅沢キャスト。これがやばい。うる、出た出た。おっしゃ、食った。おお、ナイスナイスだ。スーパーヒット。おっしゃ、いいサイズじゃないの。おお、いいサイズ、めっちゃやばい。今だって、ちょっとドラグ出てる。頑張れ。ドラグ出てるよ。頑張れ。しかもちょっと引っ張られてない。うわ、チュネイ見て、シミポってる。チュネイ、うわ、やばい、なんでしてる、シミが。やば。おお、すごいすごいすごい。おお、はい、でかでかいよ。でかい。でかい。いよいよ、あ、いいサイズ。あ、いいサイズ。黒びかり。おっしゃー、ナイス。お兄さん、操船ありがとう。釣れた。すげー、チヌ。はい、釣り船ツアー1日、あの、チャーター8万円から。高いです。高いです。高いです。速攻いい船買える。はい、釣れました。でかい。でかいね、いいね。いいサイズ、おめでとう。でもまだ釣れるよね、多分あの追い方だったら。なんかいっぱいいたね。釣れるかも。あの、もうちょいこの今流してるところ、いいところがあれば、うん、いいですね。おめでとうございます。あざす。でかい。ミナミクロダイ。おめでとう。あざす。ナイス船長。ボックス入れる？クラ。これどうする？持って帰れちゃう。持って帰っていいんだ。うん。じゃあ入れますか？モルタやる？いや、大丈夫。大丈夫。楽しくなってさ。マジでな。ちょっと楽しい、楽しいんだったらいいんだけど。ね、なんか釣りしてるから申し訳ないんだけど。取るのが楽しいわけよ。本当大丈夫？うん。運転手。一応釣らせるのも楽しいよね。ああ。俺ら、俺ら、投げら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 。おい、遠い。ああ。ほら。ほら。待ってよ。待ってよ、攻めるよ。攻めるよ。はい、ナブラ、ナブラ打ち。この日からナブラ打ちもやってるんですか。やってます。ナブラ打ち追加15,000円。いいよ、はい。また飛んだ、また飛んだ。どこ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 。ちょっとちょっと手痛いから。出ないか。出ないです。お、来た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 。食った。食ってない食ってない食ってない。うわ、惜しい。影から血が出てきた。出てきたね。出てきたね、今ね。死ぬ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 、いっぱい死ぬ死ぬ死ぬだらけ、死ぬだらけ。ちょっとこの人、俺が死ぬ出てる死ぬ出てる。あれ待って、あっち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 。笑うな笑うなよ。ビビリおら。あぶねえ、あぶねえ。なんでよ、今いい子だっただろ。今枝にかかった気がした。はい、すいません。寝がか、寝がかりっていうのこれ。気がかり、気がかりしたんで。ああ、流れる、やばい、流れる、流れる。ああ、離れる。なんか気持ち悪い虫がいっぱいついてる。気持ち悪い、全部虫がついてる。気持ち悪い、気持ち悪い、赤い虫がついてる。気持ち悪い、気持ち悪い。OK、回収。ああ、すいません、ありがとうございます。くー、悔しいっすね。悔しいっすね。こんな頭入ってたらバックで出るのすごい。気持ちいいね。移動中トローリングもできる、最高ですね。この船、この船、あれだ、静かさ、うん、近くでトローリングできる。確かに気づかれにくいし、普段のフローリングの船よりは超変わるんじゃない。トローリング探偵団。
今ちなみに餌釣りのポイントを向かってます。ちょっとね、今胴付き合ってるんですけど、てんやもやってみようかなってことで、てんやも今からポイントついたら入れます。船長、ポイントまで何分ぐらいですか？10分かからんぐらいですかね。10分かからんぐらい、はい、OK です。ちょっと寝とっても大丈夫です。寝とっても大丈夫です。OK です。あ、漂流物。さあ、てんややります。覚悟してやらんといけない。てんやなんか当たりそう、ね、ない。こっ、なんだっけと思ったけど、びっくりした。やばいだろ、トイレのあの分からない、便座が開けない。あの、立った数センチなのに、あの、びっくりするやつ。例えば危な、やがてひっくり返るよ。だからさ、ツーバーの声に俺ビビった。あれ何ですか、あれ何ですか、はい、どれですか、あれ魚かな、今カメかな、なんか大きいのがうーって。カメいるか、こってカメは見たことない。浪人とかは、あ、じゃあ結構でっかかったかも、今いたら。あ、実魚よかった。お、おー、おー、おー、いいサイズかも。おっしゃー、なんだ、おじさん、おじさんだ。おじさん、泳がす。ここでおじさんだ、やったー。ナイスサイズね。しかも腹パン、腹パン。おじさん、でもいいサイズだな。トルモ、じゃあお持ち帰りしましょうね。え、てんやにつけたら怖い、怖い、怖い。おお、そう、当てる当てる、そうそうそう。お、あ、お、ヒットしたと思うけど今。おお、ついてるんじゃない、これ。ついてるんじゃない、全く引かんだけど。岩、岩、岩、死に引かん。あ、引かんってか、動かない。何、お、釣れてる、お、お、釣れてる、闇やった。闇やった、最大サイズじゃん、これ、ね、でかー、でかい。このサイズ初めて釣ったかも。お土産だ、しかも1枚浮かして漂わせたら食い上げてきよった。うわ、はい、闇旗釣りました。しかも大きい闇旗のランカーじゃないですか。おお、すごい、いいサイズ、お持ち帰り。一番でかいサイズも、ね、いいですね。やば、このトントンまで釣れるっすね。釣れる、本人いないけど釣れるっすね。すごっ、なんか見たことある船が来たら、うん、だからさ、なんか見たことある。お疲れ様です。お疲れ様です。でかいな、ハイサイマル。こうやって見たらハイサイマル大きいな。このようや、こんなの寄ってきた。結構釣ってるっす。何これ、何これ、シリーズだよ、これ。何つうの、 おもちゃ、おもちゃみたいな。あ、仕掛けくれる優しい船長だ。あ、てんや、これ、これでいけたんだ。あ、誘導てんやってのがあるんだ。へえ、ハイサイファルの無駄遣いしますね。あっちでのに巨炭使ってる。20メートルって水深20メートル、魚映ってるって。しかも20メートルで魚いっぱいいますんで。いやいや、今隣から聞いてるでしょ。ピーローさんが出してるやつがいいはず。電油道、うん、しゃあ、おお、でかいんだ、でかい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 よこれ、ツーバー。あ、チヌよりでかい。ゴマモンガラでした。すごいな、すごい、魚種かぶり1個もないよ、うん、すごい、マジですごい。しかも腹パンパンやし、こいつやば。重さ今日一かも分からない。アイヤーだ、すげえ。この子は逃がしましょうね、はい。面白い。今日一、今日一のやつモンガラだった。おいしょ、ダブル、ダブル、ヒット、おい、ダブル、ヒット、ヒット、ヒット、お、でかい、すごっ、よっしゃー。
いいね、ダブルヒット。やっぱり魚体インチキですね。魚体インチキだ。魚体で魚見たらこんなにもすぐ当たる。一瞬で変わった、すごいな。ということはこの船にも魚体つければいいってことか。あるね。この海域だった。この海域限定ですごい。でもやっぱりピーローさんさすがやつだ。この海域も知り尽くしてる。おお、でかいでかい、これでかい、これでかいよ、これでかい。あー、バレた、バレた、死にドラグで寄ったな。持ちパクだった。すごっ。見て、マゴバリ切られた。あ、本当だ、マゴバリ切られました。マクブ？ねえ、イエーイ、落ちパクだった。うん、すごっ。おお、いった、来てる来てる来てる。見えた。ムルの末げかり。じゃ、ウルナガーだ。すげえ、魚しかぶらない。ウルナガー、すげえ、すげえ。重かったのは、末げかりだったからか。そして、置いて。残念。はい。ウルナガーです。ウルナガー。すごい。いっぱい釣ってる、いろんなの、いろんなの。ね、すげえ。いいね。牽引車運転手のイメージだった。難しいやつ。普段やらないから。今回収してって合図が入りました。回収してが入りました。回収してって。付け直しするそうです。完全に他力本願だった。もはやポイント関係ないっていう。はい、もう任せっきりっていう戦中に。俺とモーリーさんも今ちゃんとポイント付けてくれるから真剣で無口になってる。釣れた。お、釣れた。ちっちゃいけど。スーパーヒット。何でしょうか。さあ、なんだ上がってきたな。お、お、マックブー。おー、すげえ。本命。本命釣れた。リリースサイズだけど釣れたマックブー。すげえ。マックブー釣れました。すげえ、マックブー釣った。僕、2、3年ぶりぐらい見た。それぐらい久々に見た。じゃあ、ちょっと早急に、うん、これは鬼菓子船脇には規定があるんで。そうだね。ありがとう。おっしゃ、勝てた。おお、釣れましたね。幕府釣れた。三大高級魚をまさか釣れるとは。やった、おめでとう。ありがとうございました。はい、ハロキさんヒット。ゆっくりゆっくりゆっくり。おっ、ビタロー、魚種別切れた。魚種かぶらんねえ、ほんとなかなかかぶらない。すごいいい魚。船釣りでみんなが逃がしたらここに包みついてると思うね。こんなところにいる魚じゃないよね。一応ね、ありがとうございます。すごい、マジでかぶりないね。これはちょっとリリースしましたね。はい、はい、ありがとうございます。え、なんかでかいのだったね。回遊。あ、やばい。お、頑張れ。でかいぞこれ。でかい。やばいやばい。うわ、でかいぞこれ。モーリー、でかい。最後に、最後。最後の最後でなんだ。これは、なんだなんだ。あー、すげー、でかい、持って帰れる。これ負けだ。これは持ち帰る
サイズだ。やったー、ナイス。ハツマクブ、ハツマクブでしょ。ハツマクブ人が釣るのは見たことあるけどおお、すごい。やったすごい、すげえ。やった最後に船長釣った締めにいいね。うん、ね、いいね。やったね、すげえ、いいサイズ。おめでとう、おめでとう。これ持って帰れるね。持って帰ろう、これは。おめでとう、ありがとうございます。やったね、よかった。本物の船長のポイントは間違ってなかった船長ありがとうナイスサイズです、いただきました。はい、おめでとうございます。いいサイズ。あ、ツーマン来た。あ、そこでツーマンも来た。釣れましたっていう動画撮っててツーマンもヒット。でかい、でかいよこれ。ね、でかそう、でかそう。まさかダブルマクブ？まさかダブルマクブ？これもしかして元持っちゃった？さあ、いけるかツーマン。なんでしょうか。ふって。なんで笑い。シグレクトの時流してふって、おお、めっちゃ出てる。やば。でかいんじゃん。でかいんじゃん、普通に。ね、お、すごい。今日一だね。超えた。門から超えた。門から超えたっすね。おお、やばいやばい。でかいでかい。やばいやばいやばいやば。すごいすごい。すげえ。畳みかけだね。ね。すごい。これ。おお、来た来た来た。おっ、ゴー、ゴー、すげえ。あー、すげえ。ナイスー、すごい。おお、すげえ。やったー、イエーイ。いやー、おめでとう。ナイス。よっしゃー、帰れた。モリもナイス。帰れた。ナイス。フォーフォーってちょっと予想外だったね。すごい。しかも出てたかね、糸もね。すごいすごい。じゃあいい感じだし戻ります。戻るか。ちょっとね、陸でちょっと 見せますか、いろいろ。はい、ありがとうございます。あるも釣ってから帰る。行きますか大丈夫ですか。とりあえずクーラーボックス入れますか。はい、やばい。あめめ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 め。あ、来た来た来た。待って神ポイントじゃん。すごいですやば、見張り機でもこんな超過出したことない。じゃあ仕事が食べて早い早い。急にイケメンすぎるだろ。かっこいいヒーロー。仕事終わったんで帰ります。かっこいいっす。かっこよすぎでしょ今のは。イカダの存在がすごくなったよ。さすがハイサイマルですわ。すごいね。すごいよ。ピーローさん本当にすごいやつだ。終わりですか。終わりです。はい、戻ってきました。戻ってきました。お疲れ様でした。全員いいサイズ釣れたね。ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうみんな持ってるっすね。助かりました。ほぼピーローさんのおかげというね。機械になりましたね。超過が、超過がこちらですね。うわ、すごくない。これはやばい。すごいよね。結構できすぎだな。できすぎ、やりすぎ、できすぎ。マクブおにぎら死ぬ。出したの12時だよね。あ、そう、12時過ぎてた。お昼過ぎ12日に出して、めっちゃこれこんだけ釣れたら最高じゃないですか。やばい、ありがたいですよ。すごすぎ。
ありがとうございます。いえいえ、本当に疲れました。よかった、みんな持ってるもん、持ってる。お土産がいっぱいできました。お土産がいっぱいできた、これは嬉しい。嬉しいね。あ、で、イカダどうでしたか、改めて。今までで一番安定してたかも。そうだよね、本当にね、うん、しかも、ね、エレキまで搭載したから、うん、すごかったっすね、普通に見てて、あ、これ全然釣りできるなって思いました。2馬力よりなんか小さいけど、うん、揺れないよね。なんかそう、安定感は絶対なんかこっちの方があるんじゃないかなって思う。この下が三角じゃない分、この揺れがないんですよ。確かに確かに、そう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 、めっちゃ面白い。大成功じゃないですか、これは。大成功です。多分マジでイカダの素材分は稼いだと思います。助かった。もうあと1回出したらプラスだもん。多分そうだね。プラス、ここ一番じゃない、イカダ企画で。いや、そうだね、そうっすよ、絶対。安定感もだし、超カメラだし。今後これ上回るかな。心配だけど、心配だな。次のイカダってもう、次のイカダがもうね、メンバー全員乗るぐらいのでっかいやつじゃないと。多分次のイカダドラム缶とかで。いや、ばこれじゃなくて、もう浮力半端、ああいうタイプのイカダだよね。確かに確かに。ああ、なりそうだね。20名ぐらいなんですね。いや、大成功でした、よかった。ありがとうございます。これ依頼メールですか、今回は。トントンさんから。今回はですね、はい、トントンからの依頼メールで、海外でちょっと、こういう作り方のね、こういう作り方のイカダがあったから、うん、やってほしいってことで。そうだったんですね、うん、トントンから。まさかのトントンさん。ありがとうございます。だ、船の名前もトントン丸なんですよ。なるほど、トントン丸。ということでですね、依頼メールトントン、達成おめでとうございます。ということで、おめでとうございます。はい、今回は、トントンからの依頼メールで来た手作りイカダで釣りをしてみたらでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。超すごいな、できすぎだよ、ね、しかもこいつなんかデージ油乗ってそうなんだけど、ね、マクブなんですけど、はい、この沖縄県でこのリリースの規定があって、これ35センチ未満だっけ。そう、35センチ未満、はい、この白黒ベラね。はい、実際のところは色合わせの38あります。38、セーフセーフ、セーフ、ありがとうございます。おいしく、今日は、今日はお刺身です。ありがとうございます。こっちです、こっちです。これどう思いますか、これ。これハルが持って帰るはずだから。いいっすか、あの感想を教えてください。ちょっとお目目が縁が煮付けにして赤いのがちゃんと煮付けに、安井さんに。やばいだろ、やばいだろ、やばいだろ、そうです。